皆さんこんにちは、Bレジェンド染田です。本日はこいつはうめえ風味レビューをやっていきたいと思います。春をね感じる新作フレーバーが登場となります。その名もこいつはうめえ風味。名前もねなかなかイケてる新作フレーバーになってるんじゃないかと自画自賛しております。早速ね飲んでいきましょう。まあやっぱり梅っていうことなんで、甘い系かさっぱり系かで言うとさっぱりとした仕上がりに仕上がってると思います。プロテイン 1kg 購入していただくとね、こちらのねクロスプーンがついてまいりますんで、こちらにすり切ってパウダーを入れていきましょう。シェイカーの方にね水はだいたい150ミリから300ミリですね。ものすごく爽やかなね梅の匂いですね。この匂い嗅ぐと唾が出る爽やかな酸っぱい香りですね。非常にいい香りですね。昔梅のガモで食べてたんですけど、あれの香りに近いんじゃないかと思います。それでは吸い切っていっぱい入れていきます。で蓋を一回逆に回してしっかり閉めます。ダマもね、泡立ちもね、ほとんどありません。すごく爽やかなね、梅のね、いい香りがしております。それでは、早速いただきます。いただきます。こいつは梅！やっぱり梅ということなんで、まず酸味がねやってくるんですね。その後にね甘みもね来て、酸味と甘みのバランスが本当に絶妙な仕上がりになっております。独特のホエー感というのがもう見事に消えてます。梅ジュースを飲んでいるような感じですね。それぐらい非常にさっぱりとした梅ジュースに仕上がっています。こいつは梅風味ですね。酸味の方を星4つですね。似た商品で言うと、くまモンみかんですね。みかん風味のプロテインがあるんですけど、そのね、酸味のレベルと非常に近いんじゃないかと思います。すっきりレベル、星5つあってもいいんじゃないかと思います。甘みのレベル、星2つぐらいの甘みがあると思います。クリーミーさですよね。こいつは梅風味に関しましても、クリーミーさはほとんどありません。星0個とね、考えていただければいいと思います。気になる栄養成分表示なんですけれども、1食 30g あたりですね、エネルギーが 114.5kcal、 タンパク質が 20.6g、 脂質が 1.7g、 炭水化物が 5.2g、 食塩相当量 0.3g、 ビタミン C 42.9mg、 ビタミン B6 1.2mg となります。で結構ねお客様のお声とかで、美味しすぎてタンパク質本当に入ってるのみたいなお声があるんですけれども、このすり切り1杯入れていただいたらタンパク質がね約 20g 取れる商品になってありますんで、ご安心いただければと思います。気になる価格なんですけれども、 1kg で3200円となります。1食こちらね 30g ぐらい使いますんで、大体33食分ぐらいになります。1日1回飲むとすると大体ね96円ぐらいの価格となります。こちらの商品数量限定となりますんで、数にね限りがございます。できる限りねお早めのね購入をおすすめいたします。概要欄の方に商品ページに飛ぶ URL 貼っておきますんで、販売開始とね同時にすぐにねご購入いただければと思います。こいつは梅風味、Bレジェンドがね、自信を持って送り出すさっぱり系のフレーバーになりますんで、ぜひ一度お試しいただければ嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。